時は大 YouTube 戦国時代。そこに5人の侍が天下統一を目指し動き出した。最初の敵は、ペロリンちょっとアモプライドの時です。ボスボーグ1500円ぴったりになるまで帰れません。ボスバーガーといったら結構ヤバいバーガー屋で有名やけど、え、大丈夫？そうなの？全然ですよ。え、モスの略語知らんの？ MOS で、え、メタンオゾン酢酸ですよ。不健康やな。やばいな。メタンオゾン酢酸マウンテンオーシャン酸か。地球をね、そこの地球を、地球全体をバーガーにしてるって。そんなんいいんですよ。今回はボスバーガーを1人1商品買ってきて、合計で1500円のものを買えれるっていう。なるほどね。これはだってもう100万人超えて、ここから絆を加速していく中で絶対やらなきゃ企画やからね。まあ絶対やらなきゃ。そうかな。ただただ喋らんといても早く終わらそう。ウィンターカップあるから。うわー、早く終わってよ。早見たいね。ウィンターカップはレイクレを応援しています。逆逆。確かにウィンターカップあるからダラダラ喋ってる。はーよせー。はい、ボス最適だね。公平性を保つために、はい、バラバラで、そうですね、ルース行って走ってました。僕はもう京都の宇治のどこ行ってんねん、お前。時間がかかんねん。誰から行きますか。あー、じゃあもう行くか。あー、行こう。エビカツバーガー。おー、ちょっと待って、高ない普通に。いやいや、多分高いんじゃん。410円です。あー、400円したら2000円になってます。お前1回目から揃ったらおもんないやろ。食いたいもん食うのやめよって話。じゃあ1回目から揃ったらおもんないやろって。おもろいかもしらんやん。あ、じゃあ、はい。あれ、あれ、あれ、どうした？なんかもう、ちょっと待ってんで。もう待ってんねん、俺。じゃあ俺行っていい？うん、いいよ。ほんま、俺も分からへん。モスチーズバーガー420円。お前らインフリックのこと気づいてなかった。もう行くわ。もう黙らせていいっすわ。はい、ドバ師匠が選んだのはおしるこ別角度のお笑いや。いや、正直言っていいですか。これ何ぼ？おしるこ360。おぉ、いいですか。ただいま1190。あら、あ、チキンとかカツやん。確かに。あ、だからいきます。はい、OL の昼休憩。290円。え、なんぼですか。もうそろう。あ、だからそうだ、480円。もうだから、今からペロがレイクレやめますって言ったらもう達成する。確かに、確かに。やめるから、その決断させるんだよ。そんな軽い感じ。まあけど、上限70円。70円。あるよ。ソースあるよ。ソースで終わります。トマトチキンクラムチャウダー、最初はあったかいもんで内臓を温めましょう。そんなんいいね。そんなんいいね。なんぼ。これは380。結構そこいの。一発目で1800円。おお、結構惜しい。なんぼすぐいかない。2回目かい。さあさあさあ、はいはい、もう決まってもいいよ。確かに、確かに。もう6分ぐらいの動画になってもいいかな。まあね、じゃあもう僕からいい。おー、最高だね。モスライスバーガー420円。こいつさ、ね、正式にハブってみ。いや、あり。まあまあ、俺なんか好きやで。まあまあ、そんな感じやろと思ってん、俺。おぉ、末っ子やから。あぁ、それ加味して、90円。おぉ、ちょっと待って待って、90円あるん。次、これいいよ、いいよ。存分に、食いなさい。何？フォンダンショコラ
OL のおやつ休憩。OL やろ、 OL やろ、 OL やろ、 OL なんでなの。190円。うわぁ、ちょっと待って、やから700円。え、あれやろ、あれやろ、あれやろ、マジだよ。じゃあ、これ言っていいっすか。はい、ボケじゃないです。これ、まず知る子なんですけど。値段はボケじゃないです。値段360円です。おぉ、そうか、そうか。だから、こいつがバーガーやったら、終わりよ、終わりよ。マジで終わったやん、これ。バーガーって。ほんとに多いな。マジで、マジで。もう終わりよ、終わりよ。はい、や、この。オニオンフライで小さな皿にしましょうか。330円。これワンちゃんいっちゃ面白いな。これないと思う。じゃあもうお前誰のせいで教える子何倍も食うてると思ってんねん。お前が勝手に食うてんやろ。誰が教える子食えって言うて。じゃあ3回目、そろそろ、そろそろ終わりだね。誰からいきますか。じゃあ僕からいっていいですか。てりやきバーガー。お前めっちゃ上やん。めっちゃ上やん。マジで言ってる。考えました、ちょっと。380円。あー、でも一人ちょっと300円でいい。そうそうそう、そうやな。ちょっと考えて、てりやきバーガー少ないの店でちょっと考えてな。腹立つわ。じゃあ、VTR しかも。はい、鬼ポテ。うわ、おお。え、ちょっと待って、260。おー、総裁総裁総裁。分かってんのよ。マジちょうど良くなっていい。いいよ、リアル。おわー、きた。ポテト L、 ちょっと小腹が空いちゃった、ダイエットは中断。え、でも俺ら腹立つな。早くへんで。これが310円。結構すんの。950円。どうせお汁粉やろ。950円。ちょっと待って、決めつけやわ。俺決めつけるやつが言っちゃいけないね。自分の尺度でしか物腹がかからへん。ごめんごめん。じゃあごめん、このシルクやでいいんだよ。これが360やから950たく300。行き過ぎてる。1310。ちょっと待って、でもだからこいつが絶対違うだけやもん。990。僕が選んだ商品は、はい、モスチキン。えぇ、はい、これは320円。でかっ、チキンでかっ。モスチキン。いや、もうお仕事やめて。分かった、ごめんごめんな、みんな。なんか俺が自己中やったわ。うん、よし、もうお前んとこ全部15秒スキップだ。なんかお仕事やもん。あ、気持ち悪い。やろうな。あれ、あれや、バーガー3つ売ったからな。だから大体次俺が頼むのも分かる。うん、確かに。まあな、確かに。さあ、こっから OL はどうなってんかな。ちょっと楽しみやな。楽しみや。そんな OL のドラマいっぱいありますからね。じゃあ、いくぞ。失敗です。4回目買ってきたよ。そろそろもう終わらし立てたい。もう俺から立てたい。オニオンフライ。え、ちょっと待って、来た、帰ってきた。お前バーガーやと思うやんけ。でも今まで超えてんねんよ。そっか、超えてるからこそオニオンぐらいにした。270。おー、めっちゃいいよ。じゃあ俺行くか。ボスの夏美チキン。浜田雅俊の奥さんの名前じゃないよ。夏美やけどな。これ290。えぇ、だからいいやろ。いいやろ。前のその顔見たかって。いやいや、これはもう足で言うぞ、言うぞ、言うぞ。次じゃあ俺、あ、そうやな。さあさあさあ、OL デスクワーク多いよ。モスチキン、彼氏とチキン食べたかったのに仕事で遅れちゃうんだ。声きて感想。ちょっと安めですね。これが270円でした。ってことはあと830が1530だから、全然気づかない。670やね。えっ、670。お前早く申し訳ない。お前早く申し訳ない。僕らの展開に展開したわ。これ1番あるわ。1番あるわ。1190円。1番あるやん。えっ、1190円。250円から400円くらい。300。この大きさ。え、ちょっと待って、この大きさ知ってる。この大きさ知ってる。さあ、出しましょう。この大きさといえばエビカツバーガー410円。
ここで食いしん坊発見。うわー、今回の結果1600円。うわー、あー食うか、マジか、これいける。お汁粉2リットルぐらいいってるやろ、マジ。すげえ。俺やってるよ、な、俺ちょっとお腹いっぱい。もうてっちゃんお腹いっぱいある。うん、ペロも限界。うん、結構きてるよ。もうあんま入らない。もうえも俺もっといきたくない。まあ、お前聞かんって。俺はどうかな。え、じゃあ次の展開がどうなるかやな。うん、彼氏が仕事で、うん、あ、こうへんかってもっすき用意してたけど、うん、え、それ止まるよ。あれ、こっからどうなるやろな。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあもう夜ご飯ちゃん気になる。これ絶対、まあ、オイルですからね。気になる、うん、何次のお楽しみ。うわ、そこだ、うん、誰も興味ない。うわいわーい、朗報あります。はい、何、モスバーガーが、はい、はい、もうすぐ、うん、はい、出てすぐ。あー、そうだな。あー、そうだな。やっぱそうだな。だからな、続けたらいいよな。うわー、これラストです。確かに、はい、ラスト。じゃあ、てっちゃん、はい、はい、はい、うん、まだまだいける、まだいける。ホットチリドッグ。うわ、これ400円ぐらいすでへん。400円です。え、待って待って、めっちゃ食うやん。何してんの、ちょっと待って、なんで、ちょっと待って、これどういうこと。なんで頑張ってやってる。間違えちゃったー。 Quand t'es venu dans la rue un coup。 あー、てっちゃんしか勝たん。うわ、いやー、多いですからね。てっちゃんじゃいいやん。そんなあざといてっちゃんのために僕考えてきました。うん、おっ、こんな安すぎてもあかんというか、うん、オレンジです。おー、ちょっと待って、230円。あー、おっ、けど400円。400円。お前ら250、250。なんて、なるほど。今630じゃない。うん、そうそうそう。で、市場も360。で、市場も360入れとき。うん、中継し。じゃあ、いきます。え、マジこれ OL の結末は、彼氏から別れの電話来ちゃった。うわ、かわいそう。見て、どうしよう。クリスマス。声を焼け食い、フィッシュバーガー。やる気ないやん。ちょっと、なんも終わりや。あと200円。200円のやつな。ジュース、ジュース。200円。え、なんかありそう。ジュース、S は190円。バカ食いするって俺予想してました、正直。えぇー、来た来た。え、マジ、ありがとう。190円。え、ちょっと待ってな、ちょっと待って、ちょっと紙袋の原価を調べろ。お、頑張れ。自分の声にビビってるやん。おい、お前ふざけてんちゃうぞ。うわー、悔しいな。そうか、ボス制覇ならず。うわー、うわー、これから金輪際モスモスなしか。ちょっと出ないよ、モスモス。いやー、お前は彼氏に振られただけやねんか。うん、なんか今夜は焼け食い、見応えあったわ。確かに。次は劇場版島津智子 OL の日常でお会いしましょう。え、もう映画やるんですか。